である。動画は最後まで見てくださいね。最後にグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。はい、おはようございます。今日の 2B 何してんの、なっちゃん降りられんの。なっちゃん何してんの。今日ポンさんかなり結構早起きてるんですよね。なんで言うたんですか。 2C がね、後でちょっとまた説明するけどね、結構なんかニャー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 喧嘩とかも多いんかな最近。これ先ほど気づいて、多分何も関係ないと思うけど、ちょっと冷房効いてたけど、まあさ、そんなむちゃくちゃ寒くはないけど、その影響でかな思ったりね。まあだあの、まああの喧嘩はね、小競り合いちょっと最近ある中で、監視カメラ、スピーカーつけて寝てたら結構音聞こえるんでね、これでまあ夜中ちょっと何回か起きて見に行ったりしとってんけど、まあちょっとね、またいろいろ考えていかなあかんかなと。まあニックとレオ君とか、ヒラリちゃんとシャーコちゃんとかが仲悪いかんで、ちょっとまた説明していきます。はい、みこちゃん落ち着いてきてな。ここはな、ここはそんなにね問題もないかな、ね、ハッチが問題さえ起こせんだったらね。はい、ちゅうちゃん、ちゅうちゃん文字下出ような、みこちゃんペン出てみなかな、ね。はい、まやちゃん、まやちゃん、まやちゃんおいで、まやちゃん、なっちゃんはもう一回戻ろうか、ね、もしかしたら、ね、まあ、もうちょっとね、今週いっぱい様子見てね、なっちゃんどこでもすね、行けそうやね。ねねちゃん、ねねちゃん、ねねちゃん、カツオ星好きやな、ねねちゃんはな。何見えてんの、何か見えてんの。はい、それでグリちゃん、グリちゃん、ね、グリちゃん、おいで、おいで、おいで、よしよしよし、ちょっとずつないや。兄弟の家に、はい、ついてみて。あ、チャオ君どこ行ったの。チャオ君、あ、ほんと、チャオ君、チャオ君、やっぱこっちの方がいいねんな、チャオ君はな。せやここ右ちゃんと仲良いとかじゃなくて、あ、風邪ひいてるね、ね、チャオ君はこっちの方が良さそう。この時期ほんま風邪引き出したら引くからね。ハッチ、ハッチ、はい、もーちゃん、もーちゃん、どうしたもーちゃん、下がってきたんちゃうかな、24度、あ、まあ、そんな今ちょうどいい時期だね、日本度かな、24度、8度とかね。ここもちょっと冷房かかってきたら、まあ残念も寒ないからね、向こうも大したこと寒ないから大丈夫とは思うけどね、それは問題なかったと思うけどね。こんな感じ、朝なの
ちゃんも入ったっけ、またヘルプさん来たら出してもらえお仕事するわ。5000円のダメなんですよ。あ、1000ね、入っとけ、ネギちゃん。あ、じゃあ8ね。はい、以上です。はい、第2ハウス飲酒。まあ誰が喧嘩してるかはわからないけど、多分見たことあるのはレオ君とね、ニック結構またやんちゃな出来だな。ね、とりあえずこう入れてます。まあ、おしっこの関係もねちょっと見たいんでね。はい、ランチ。そう、シャーコちゃんとヒラリーが入れるのダメなのかなと思い持ってね。ヒラリーは絶対問題あると思うんですよ。なんかくるみちゃんと誰かもね、誰かちょっと喧嘩しててんけど、誰やったかな。くるみちゃん寝てんね。出てる間はおとなしいんやけどね、寒いとかじゃないね、やっぱり外出てるとこもおるからねえ。誰が誰や、ちょびちゃんもあると思う。ちょびちゃん、まあちょっと、まあフォンさんね、まあ、四角になるとこ、ここちょうどここ四角だったんですよ、カミチカメラのここで。ちょっとね、寝ていこうかなと思ったりも考えてます。喧嘩ね、あまりしてたらね、近所迷惑もなるしね。こんな感じで、あとは向こうかな。で、いっちゃん食べた、水増し缶で食べるときはおしっこ用出さなあかんね。はい、ニックもだんだんまた悪くなってきたんか。はい、それでキキちゃんね。じゃあ大丈夫、大丈夫、よしよしよし。まあ変わらんね、何も。はい、あゆみちゃんちょっとあそこトイレ掃除した時に入ったから、えらい濡れてるよ足な。そんなことね、気もつかないよ。うん、ね、このぐらいかな。ね、はい、ルナちゃんね、ルナちゃんに、あとマイルちゃんとは外かな。ね、まあちょっとね、様子見るためにね、ここに寝なあかんかなと思ってます。あ、おんねこ問題じゃん。キノコちゃんと、これも結構いろいろ喧嘩を売っていくからね。これも悪いからね、この二人だけね。だからオスが多いからね、ここ特にオス多いから、ね、オスをちょっとね、ここ譲渡していかなかんね。意外とここおると、おったら音を出しないけど、まあちょっと寒さ対策がね、話でずりとしてたら寒いと思うんで、上もやっぱりこれからはちょっと絨毯引いたり、あそこにねしますね。ちょっと下から見えなくなるけども、これはね冬場は仕方ないから、なんか絨毯あそこに引いたりします。ニックが泣いてんかな、夜中誰が泣いてんかわからんけど、開けてくれ言うて泣いてんかわからんけどね。えなんせレオ君とニックは喧嘩するのよう見ます。昨日でも見てもらうとは分かると思うけど、監視カメラでね、結構泣いてます。まあこのぐらいの子やったらね、全然近所迷惑にはならないけどね。監視カメラで聞いてたあれぐらいの声が結構うるさくも聞こえるから分からないですね。
これかって結構ええ音で聞こえるからね、まあ、ポンさんの思い込みかもわからんけどね。まあまたね、そういうね、喧嘩のないようにね、できるだけね、やっていきたいと思ってます、ね、はい、以上です、ね、私たちの仲間が道路で亡くなっていたら、シャープ 9910 に連絡をお願いします。